あ、そうだ、みんな、あのさ、衝撃の真実がちょっと発覚したんですよ。あの、結構昔のことだから、やつだから、昔の動画だから知らない人もいると思うんですけど、皆さん、あの、ヒロシの右靴下さんって知ってますか？僕の動画に1回だっけな、2回だったっけな、出たことある、ヒロシの右靴下さん知ってます？今日なんか変なやつばっかおる。ヒロシって誰やねん。はい、集中します。靴下燃やします。え、いや、そんな、あの人の正体が分かったんですよ。あの人の正体が分かりました。あ、そう、キンクルの人、僕がぶっ壊された人。あの人さ、まずドラえもんの右腕さんいるじゃないですか。ドラミギくんいるじゃないですか。でね、あの、神様にね、ドラミギくん来てて、で、ドラミギくんのお父さんも来てたんですよね。で、挨拶してもらって、どうもーって、まさしさんはじめまして、いつも配信楽しみ見させてもらってますって言ってもらって、ヒロシの右靴下もよく見てますって、えってなってえって、あ、知ってる方なんですかって聞いたら、あ、いとこなんですよねって衝撃の真実、ドラミー君のいとこでした。センスやばくない？二人ともネーミングセンス。ヒロシの右靴下さんとドラえもんの右腕さん、ね、ネーミングセンス二人とも良すぎだろって。ちょっと、あれ何年前だ、2年前ぐらいかな、1年以上前だったはずだけど、そう、1、2年越しの真実ですよ。らしいです。まあ確かにちょっと名前似てんなって思ったんだよな。名前似てるから、あ、なんか関係あんのかなって思ったけど、そういうことだったらしい。右一族、同じ、そう、系統の血が流れていたということです。というね、報告です。最近最も驚いた真実です。お父さんもスマブラうまい可能性出てきた。お父さんもうまいかな、お父さんやってんのかな、今度会ったら聞いてみようかなえ、なんで今まで黙ってたのって思ともちょっと思ったけど言ってよって思ったけどねお父さんではなかったね。お父さんが右靴下だとちょっとびっくりやったけど、いとこらしいですね。いとこらしい。右靴下と右腕でしょ、あと左腕ですよ。左腕と左靴下が見つかれば、そう、右一族が完成するんです。いや、もう右じゃないけど、左出てきたらもう右じゃないけど、おもろいよね。いて、集めたら勝利できるんじゃないかな。
確かに封印されし、スマブラあと3年後ぐらいに出てくるかもしれない、ヒラリー一族が。全員スマブラ強かったらどうしようかな。いや 右靴下さんも強かったからな。ドラミー君も言うまでもなく強いし、ギガファイヤーを避けれない男。一番強いの母親説あるな、母親説あるな。